まあ、性欲って健康的なものだと思ってるから、うん、私の中では、うん、現役時代は何番？4番です。じゃあ普通にあのなんか家庭環境が悪いとか、うん、なんかいじめられたとか、うん、そういうこともなく普通に進学して、うん、まあ、高校卒業してで大学はその弟の世話を した経験から、保育校を目指してでですよ、はい、こっからですよ高校時代とかなんかそういうキャバクラ経験があるとかガールズバーで働いたことがあるとか、うん、遠行したことがあるとか、そういうのはどうなんですか？あ、ないです。こういう仕事って今しかできないって思って応募してみたっていう形ですね。20歳の時に応募したんですか？あ、そうです、うん、その決意というか決心というのは結構悩んだんですか？やっぱ勢いが大きいかもです、ね、勢いが大きい、なんか好奇心が勝っちゃって、うんうん、もう今しかないっていうのが大きくて、うん、でもなんか自分の中でそう思ってそれを分かってるんだったら、うん、もうためらう必要なくないみたいな、あ、言って受からなかったら受からなかったでそれはそれでよかった、うん、ですごいなみたいな、受かる子がすごいんだなっていうのは分かるし、うんうんうん、受かったら受かったでえじゃあ頑張ってみようみたいな感じでしたね、うん、中国語は親戚の方に中国の方がいて、うん、でいつかな、いつかは忘れちゃったんですけど、うん、その中国に旅行に行った時があって、うん、でそこで、まあ、面白いと思って、うん、海外ってすごいなみたいな、うん、なんかそこで日本語じゃない言葉バーって聞こえて、うん、私も喋れるようになりたいみたいな、で教えてもらって、うん、私も勉強して、うん、っていう形で喋れるようにはなりましたね。エッチなことって恥ずかしがることであるみたいな風潮があるじゃないですか、うんうん、話題にして話さないよねみたいな、うん、女の子同士とかで、うん、でも高校の時部活とかで全然そういう話はしてて、うん、で私それが普通だと思ってて、うん、エッチな話をしたりとか、うん、例えばおもちゃっていうのがあって、うん、すごい興味があるんだよねみたいな、うん、っていうのが普通だと思ってたんです、その会話ができるのが、うんうん、でも大学入ってそれがなんかえみたいな、なんかちょっとそれは嫌だなみたいな、うんうん、同じ女の子に言われて、うん、えって思って、うん、で普通はそういう話はしたがらないし、うん、隠すものだよっていうの言われて、うん、でもエッチな行為、まあ、性欲って健康的なものだと思ってるから、うん、私の中では、うん、その生きる上で大事じゃないですけど、うん、それぐらいだと思ってて、うん、だから楽しいみたいな、うんうん、それがなんか違うっていうのを思って、そこをなんて言うんだろう、アピールできる場所に行きたいみたいな、隠さなくていい世界に行きたいっていうのも、うん、多分じゃないかなって今思いましたね。内容と感想を聞かせてください。どういう撮影をしてっていうのをこれ多分皆さん知りたいと思うんですよね内容は淡路島に帰って撮影をしました、うん、で地元に帰ってエッチなこともして、はい、3人の監督さんに撮ってもらったんですよ、うん、それであの私の懐かしいとか、うん、ちょっとエッチなことしてる、うん、そのなんていうんだろう、恥ずかしいというか、うん、なんか分かんないです、もう感じたことない感情をもう中に詰まってる作品になってます。普通の絡みですか、その1対 1?3P とかはなく、はなく全部1対1で、うん、タイも私分かってなくて、うん、ところどころ、うん、だからなんか最初は何言ってるか全然分かんなくてじゃあその AV 女優になるまでは正常位で
あの腹に出すぐらいで満足してたわけですよね。基本的には満足だった。それは彼氏とも腹に出す、いや腹に出すというか、あコンドームの中に出す、はい、要はあそうですそうです。それ満足してたんですか？全然満足してない。あ満足してましたね、うん、とあと後ろ、うんうん、バック、あそうです、うん、ぐらい、それぐらいですね。それぐらい、まあ一般的にはソフトなセックスじゃないですか、うん、でも AV に入ってもっといろんな対応したわけですよね多分、うん、何やったんですか？騎乗位、騎乗位、あ初めて男の人の上で動いたみたいな、初めてだったかな、うん、あそれもやったことあったかも、うん、そんなに多くなくて、うんうん、いろいろやりました。名前が分かんない、分かんないけどなんかすごいアクロバティックな感じでぐるぐる回されるようなこともしたし、うん、ノーマルに、うん、ゆっくり、うんうん、なんかも楽しかった楽しい気持ちいいし楽しい、なんか直前まではすごい恥ずかしかったんですけど、うんどうなっちゃうんだろう自分みたいな、なんか未知じゃないですか、うん、こんな経験ないし、うん、で分かってはいるけど、うんうん、でもすごい緊張するけど、うん、実際用意どんじゃないけど、うん、始まりましたの時に、うんうん、なんかもうパッと頭真っ白になっちゃって、うん、あ普通に普通にというか普通以上に、うん、あ気持ちいいみたいな、うんうん、でもなんかその見られてるっていうのが恥ずかしいより、うん、それもプラスで気持ちいいになってたかなって今終わってからちょっと気づいた部分もある。一言で言えば変態なんですねそうですねあ、その自覚はあるんです。いや、うーん、どうなんだろう、うん、パッパッパって言えちゃう部分は確かに、じゃないと言えないのかな、うん、変態じゃないと言えないのかなってのをちょっと思ってるとこはあります、うん、なんか自分のホームページ見るのがちょっと恥ずかしくて、更新されるのを見るんですけど、うん、あーって言ってちょっと見るのやめちゃう。あなんか周りには話してたりするんですか？AV女優私なりますみたいな。してないです。ご両親は？してない。一切、一切聞いたらどう思うんでしょうね。嫌だと思います、多分両親も、うん、唯一の女の子なので兄弟の中でも。そうですよね、うんうん、でもそういうふうに自覚してて、うん、なのになるわけじゃないですか、うん、それはやっぱり自分の人生だからっていうような、うん、なんかあの時やっぱ面接受けるだけ受けとけばよかったって思うのがすごい嫌だ。例えばそれがじゃあ40歳の時に、うん、あのあやっぱりなみたいな、うんうんうん、なんか今の人生でもよかったけどやっぱりあの時気になってて、うん、もしあそこで受かって分からないですけど、うん、例えば長く続けれたとしたら、うん、私はじゃあどういう人生をたどってたんだろうみたいなのって考えたりするじゃないですか、うん、それを嫌だった考えるのが、そのやらずに挑戦せずに、うんうん、だから自分の人生だからっていうのはもちろんなんですけど、うん、両親が一般的にも多分応援したくはないじゃないですか。複雑な気持ちになると思うんです、うんうん、やっぱり娘が、うんうんっていうのがあると思うんで、うんうん、だけどそれで妥協したら多分全部そのせいにしちゃうなって思って、うん、それも嫌だから、うん、じゃあもうやっちゃおう、うん、挑戦しちゃおうっていう、うん、こんにちは、すずねりんです、我是林依林、大家好、2月10日にデビューします。趣味は食べ歩きと筋トレで、特技は運動とソフトボールです。で、
デビューしてまだすごい緊張してると思うんですけど、これから徐々に女優として頑張っていきますのでよろしくお願いします。大家好，我是林盈盈，我的爱好是打篮球，和运动，兴趣是走边走吃，就是逛吃，还有运动健身。デビューってなんて言うんだろう、ごめんなさい、わかんないんですけど、请到观众我，我很高兴认识您，よろしくです。ナックルズ TV。あ、SOD人だ。これは SOD のスタッフさんが、実際にお正月に作った鳥居です。はい。で、奥の奥に神様がいらっしゃいます。何の神様がいるんですか。エロの神様。エロの神様。これに書くと願い事が叶うんですね。叶います。叶います。デビューしてからたくさん一致するぞ。